When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の有志や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずはアルビレックス新潟の情報から。7日に行われた明治安田生命 J1 リーグアルビレックス新潟対柏レイソルの試合を振り返っていきます。解説は日刊スポーツアルビ担当の小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん、今回スタメンの印象というのはどうでしょうか。そうですね、前節から9人入れ替えて、この時のベストの布陣だと思います。横浜 FC 戦から9人を入れ替え連敗ストップへ、サポーターの大声援の中柏と対戦しました。直近のリーグ戦5試合で4得点を挙げている伊藤亮太郎選手、注目です。前半8分、ここは水戸選手のシュートのシーンでした。小林さん、どうでしょうか。そうですね、これ中にトラップすると見せかけて外に逃げてシュート、またしたシュートを狙ったそうですけど惜しかったですね。水戸選手、かなり悔しそうな表情を見せてますね。そうですね、今季まだ得点ないだけに惜しかったでしょうね、そしてこのシーンです。前半11分、コーナーキックから。私もスタジアムで観戦していたんですが、もうハイタッチしちゃってました。僕も心の中でガッツポーズしてましたね。これ何が起こったんでしょうか。これはちょっと判定微妙なんですけど、藤原選手のオフサイドを取られてしまった感じなんですかね。これが入っていればまたゲーム展開大きく変わっていましたよね。そうですね。そして前半15分には若手のコミトコンビがチャンスを作りましたね。水戸選手からコミ選手、いやー惜しかったですね。水戸選手いいスペースに走り込んでいいクロス、コミ選手もよく詰めてたんですけど、キーパーに当ててしまったというか当たっちゃったというか、そういうシュートでしたね、前半多くのチャンスを作りましたが無得点で折り返すことになりましたね。そうですね、でも攻撃でこうパスのサイズを変えながら攻撃するってところがかなり表現できていたと思います。あとはもうゴールを決めるだけというところですよね。そうですね、サッカーの一番難しい部分ですかね。なんとか先制点取りたいアルビですが、後半4分、ここまで躍動していた星選手がアクシデントで交代となりました。そうですね、運動量多くかなりプレー効いてたのでちょっと残念ですね。代わって入ったのがボランチ島田選手です。ひげも剃られてちょっとイメチェンされましたね。そうですね、そして後半10分にはセンターバックのマイケル選手がここまで持ち上がって水戸選手というところでしたね。いや惜しかったです。水戸選手のパンチ力すごいですよね。これ左足ですよね。そうですよね、どっち利きか分からないぐらいもう両足すごいですよね。でも水戸選手こう得点を取っていた去年の感覚にだんだん近づいてきていると言っていたので、もうゴール間近だと思います。後半29分には小見選手に代わり高木選手がピッチに入りました。そして後半アディショナルタイム、ここ高木選手から鈴木選手といういい連携でしたね。いい連携でしたね。本当複数の選手が関わりながらパスを回してゴールに迫る、もう新潟らしい攻撃だったと思います。これも惜しかったですね。惜しかったですね。そしてここで試合終了となりました。連敗はストップしましたが、スコアレスドローという結果でしたね。そうですね、新潟らしいサッカーができただけに選手たちは勝ちたかったと思います。次こそは勝ち点3をつかみたいですね。絶対こう自分の力でチームに勝ち点3をもたらしたいなという気持ちで試合に臨みました。少ないそのチャンスをしっかり決めるっていうところをもっとやっていきたいなというふうに思います。最近のゲームではなかなか不甲斐ないゲームが続いた中で、本当にこういう悪天候の中でも我々をサポートしてくださる方が本当に大勢いると、彼らを絶対に笑顔で返そうというところで来たんですけども、残念ながら本当に笑顔というわけにはいかなかったですけども、少しでも前には進めたんではないかと、そこに甘んじることなくやっぱ次節もしっかり対応していきたいなというふうに思っています。順位表です。
アルビは勝ち点13で14位となっています。リーグ中盤戦、ここから上位浮上のきっかけをつかみたいところです。さて、次節アルビはホームに昨シーズン J1 王者の横浜 F マリノスを迎えるにあたり練習を公開しました。練習場には多くのサポーターが駆けつけ声援を送りました。アルビの選手ならここからまたグッと、羽ばたいてくれると思ってます。小林さんはこの練習取材に行かれたんですよね。はい、行きました。もう本当、選手いつも以上にモチベーション高く、ミニゲームでは攻守の切り替えだったりシュートへの意識かなり強く持たれてプレーされてましたね。このファンサービスっていうのはどうでした？そうですね、水戸選手プロ入り後初めてこうファンサービスって形を経験したんですけど、一番やはりゴールを決めてくれと声をかけられたそうです。やっぱホームで勝ちたいですね。自分が決めて勝たせたいですし、多分自分が決めるようになったらもっとチーム楽になると思うんで、そこは、はい、自分が決めることに集中したいというか、はい、考えています。期待の水戸選手のゴールは見られるでしょうか。次節の相手は横浜 F マリノス、印象どうでしょうか。そうですね、去年のチャンピオンチームは攻守でアグレッシブだと思います。注意するポイントは？そうですね、やっぱサッカーの基本の外へ外への守備を徹底するしかないでしょうかね。これ攻撃かなり怖いですよね。そうですね、このブラジル人トリオとトップ下の西村選手かなり質は高いと思います。そうなると守備のやり方も気をつけなきゃいけないと。そうですね、簡単に中央突破されないようにって感じですかね。この相手の攻撃力を上回る攻撃力を新潟も出せればというところですよね。そうですね、普段取り込んでいるこうポジションをしながらゴールを狙っていく、なるべく相手にこうボールを戻せる時間を少なくするってところですかね。このゲームのキープレイヤーはどうなりますでしょうか。両サイドバックの選手、守備ではそう思いますね。ただ勝つには得点がやっぱり必要になりますけれども、はい、攻撃ではどういったところに注意して戦えばいいですか。そうですね、新潟の柏戦パスのサイズを変えながら攻撃するってところを取り戻していたので、はい、その辺をまたマリノス戦でも見せてほしいかなと思います。その上で小林さんの注目選手は？そうですね、やはり両サイドに入るウィングの選手、特に水戸選手には注目してますね。水戸選手の1点が入るとちょっとまたチームの雰囲気が。そうですね、こうドリブルで持ち込んでのミドルシュート、僕はもうイメージできてますね。次節もホームですし、またホームで強いアルビ見たいですね。そうですね。小林さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アルビレックス新潟、今後のホームゲームの情報です。24日水曜午後7時からはルヴァンカップグループステージでアビスパ福岡と、そして28日日曜午後2時からはガンバ大阪と対戦します。 X1 でアルビを応援しましょう。世代を超えた新潟のサッカー熱をお伝えするキックオフ新潟、今回やってきたのは長岡市で活動する長岡 JYFC です。2001年に設立し、現在は中学生を中心に115人のメンバーがサッカーの練習に励んでいます。 U15 のクラブユースサッカー選手権大会では全国大会に出場するなど実績もあります。と、ここでホコタテ PK 対決を開催。長岡 JYFC で絶対 PK を外さないエースの田代蓮人さんと、絶対にゴールを死守するキーパーの平寛大さんによる真剣勝負です。全部止めます。自信満々です。あ、じゃあ3本決めたいと思います。他のメンバーも固唾を飲んで2人を見守ります。どっちが勝つと思います？やっぱキーパーっす。いつも練習中一番目立っててかっこいいからです。あんまりシュートを決めないけど、寛大さんもあんま止めれないので、レントさんが勝つと思います。ホコタテ PK 対決1本目、田代さん、キーパーの動きを見ながら冷静に決めました。いや、決めてやりましたよ。めっちゃ嬉しいです。悔しいです。次は止めます。
まあ、キーパーまだ1本目なんで、続いて2本目。木田さん最後までフェイントを入れるも田代さん思い切り蹴り込みました。続いてゴールを決めればキッカー田代さんの勝利が決まります。キーパー木田さん意地を見せることはできるのか。3本目。ここはキーパー木田さん体は流れるも足でボールをかき出しました。ピンチは続きます。止めます、うん、止めちゃいます。そして4本目。キッカー田代さんここで決めるか、キーパーの木田さんがタイに持ち込むのか。ここは絶対に止められないコースに蹴り込み、ホコタテ PK 対決はキッカーの田代さんに軍配が上がりました。最後に2人に今後の目標を聞きました。このチームでちょっと全国大会出場したいと思います。全国大会行って卒業旅行沖縄行きたいです。長岡 JYFC のこれからの活躍に期待しましょう。全国行くので応援よろしくお願いします。絶対行くぞ。